こんにちは、森本です。本日はですね、 DJ 解説動画となります。よろしくお願いいたします。で、今回解説させていただく DJ はですね、和田五十嵐さんという方で、もう日本でもですね、めちゃくちゃこう有名なトップクラスの DJ なので、まあ、ご存知の方多いと思うんですが、まあ、この方のですね、ちょっとこう DJ 動画でほとんどなかったので、なかなか解説したいと思ってもできなかったんですが、今回はですね、こうヒューアベルディにですね出演されて、前回の高木藤さんのようにですね、ちょっと解説させていただきたいと思っているんですが、まあ、今回のこの動画はですね、めちゃくちゃいい、教材となります。この動画はですね、もうぜひこれから DJ 上手くなっていきたいとか、もう技術上げたいと思う人はですね、非常に勉強になるので本当に見てほしいなと思います。で、もう前からちょっと思ってたんですけど、この方ってすごいこう論理的な DJ をしてるなと。まあ、ご本人がですね、論理的に考えてやってるかどうかは別として、感覚でやっていたとしても、まあ、おかしくないと思うんですけども、すごく論理的な、今度ロジカルな、作り方になっているので、その、まあ、構成の仕方、DJ のこの時間の作り方っていうところはですね、非常に勉強になりますので、こちらをですね、しっかりと解説させていただきたいと思います。で、この元の動画はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、そこからご覧ください。私はですね、この動画始まって10分ぐらいのところから解説をしていますので、そこからもう一回見ていただければ、私の声なしに、私が解説している部分をですね、聞いていただいて、あ、そういうことなのかというふうに思っていただければなと、それぐらい感じていただければ嬉しいなと思っておりますので、では、早速、解説したいと思います。今回はですね、ちょっとわりかし初心者よりこう中級者向けぐらいにちょっとこう語りたいなと思っています。このミキサーはですね、アリヒって皆さんが略して呼んでいる、ミキサーなんですけども、 EQ がですね4つあります。ローとミッドロー、ミッドハイ、ハイという感じですね。低音域が1つ、中音域が2つ、高音域が1つっていう、この4チャンネルのバンドで EQ がですね、触れるので、本当に微調整ができるアイテムになります。で、今、DJ が、新しい曲をですね、縦フェーダーで徐々に上げていってます。我々から見て右側ですね。で、7割、8割ぐらいまで上げてきてます。で、まあ、EQ の場所はですね、まあ、見ていただいた通り、ローをですね、結構絞っていて、ミッドとハイ系はですね、結構中間より。で、今、ミッド、ローをですね、ちょっと徐々に混ぜていきます。ミッド、ローを入れ替えている感じですね。もともとかかっていたミッド、ローを、次の新しい音にですね、溶け込ませていきながら、で、次の、曲のローをですね、音量を上げながら、疾走感を失わないように、ロー、もともとかかってた曲のローをですね、本当にゆっくりゆっくり下げていきます。で、次の曲のですね、ローがですね、まあ、ブレイクの状態ですね。なので、もともとあった曲のローを一気に下げてます。で、もうすぐブレイク明けですね。で、はい、で、今ちょっと指の動き見ていただけたと思うんですけども、ブレイク明けの一発目のドンの時にですね、アクセントをつけるために、また五十嵐さんはですね、ちょっとだけローをブーストさせて、で、元に戻してます。本当に一瞬ですね、ドンっていう瞬間。この、なんかアタック音の強さっていうのを、まあ、曲に依存するわけではなく、まあもちろん曲に依存っていう言い方は良くないんですけども、まあ曲の元々のあり方で言ってもいいと思うんですけど、やはりここアクセントをドンとつけた方がいいっていうところでですね、しっかりアクセントを作った、自分で作ったっていうところですね。これは非常にいいプレイ方法ですよね。めちゃくちゃ勉強になります。自分もやってみようかなと思います、本当に。だからこの人の DJ 聞いてるとブレイクアップ系上がるんだなって本当に実感します。もし近くのクラブにですね、和田五十嵐さんが出演することあったら、ぜひこの方のプレイ浴びに行ってほしいですね。マジでこう音を浴びるっていう言葉が本当にふさわしい DJ ですね。で、次の曲も入れてきます。さっきと同様にですね、ローとミッドローとかは結構絞り気味に音をですね、徐々に混ぜ込んでいってます。
で元々ある曲の方のこのサウンド感をですね、ちょっと次の曲に溶け込ましていく感じですね。ローも溶け込ましますね。で、やっぱりこのローの、グルーヴ感を失わないようにやっぱりローの入れ替えってやっぱり慎重に行います。これがやっぱりローのこのグルーヴ感であったりとかフローをですね非常にこう大切にするプレイスタイルだからこそだとは思うんですけども、で今、また同じようにローをブーストしましたね。で綿井原さんのすごいなと思うところってこの時間軸の感覚ですよね。めちゃくちゃすごいですね。あのこういうクラブミュージックってだいたい4小節とか8小節単位で展開が行われるので、まあ、そのタイミングで音を入れ替えたりとかするとすごくスムーズで、あの気持ちよく聴いてる方も踊りやすくなるんですね。ただこういうミニマルなものって今が本当に何小節目なのかって結構見失いやすいんですよ。だからやるとき結構こう慎重にやったりとかするんですけど、まあ、デジタル系のものとかを使っていると、まあ、周波数とかで周波数じゃないですね、あのそのデジタルの表記の部分で大体こう分かったりとかするんですけども、とはいえあのそこばっかりこう気にしてやってる感じも全然見受けられないので、多分感覚でさっきもブストンってしたんだと思うんですよ。多分ですよ、あのちゃんとカウントしてたらめちゃくちゃすごいですね。俯瞰能力の高さがすごいですね。でもそこでしっかりといいタイミングであのキックをブーストさせて、テンションアクセントをつけてで次の曲に展開をしていくっていうところとか本当にすごいですね。まあ、でもあのすごく音に集中しながらでもすごく冷静なプレイスタイルなので、これもとすごいですね。でまた次の曲もですね、大体この EQ の、配置の仕方を見ていただくと大体ミックスで音をですね足していく時の方法は一緒なんですよね。 で次の曲が入っていきます。ちょっとこうアシッドな感じですね。これアシッドって言っていいかどうかわからないです。私はこういうのアシッドって言うんですけど、はい、一気に聞くの音が入りましたね。でしかもこう音を足した時もやっぱりちょっとこう弱めてアクセントつけましたね。でもう一回音を下げてもう一回アクセントつけましたね。これもすごくポイントなんですよね。あのローをドンとプラスしてもともとかかっていたローと混ぜるんですけど、もう一回ローを下げるんですよね。その時にもともとかかっていた方のローも一緒に下げるんですよ。でもう一回新しいこのローをドーンとこう戻す時にはその時はもう新しい、キックの音だけにするっていう。でこれであの新しい音の情報をお客さんに聞くので、前にかかっていたキックの情報をですねいい具合にこう消し去っていくんですよね、残っている記憶を。で新しい音に集中させるっていうところで、で次の曲にですね徐々にこう、移行させていくっていう、うまいですね。かなりキャラクターの違う曲のミックスなのにあのこのグルーヴ感が失われずにしっかりとそのキャラ移行をですねそんなに時間もかけずに行っているので、もう本当にうまいですね。スピード感とかでこのさっき言ったその時間軸っていうところなんですけど、やっぱりこういうちょっと変わったサウンドをこう放り込むのにちょうど適したタイミングで入れてるので、なのでこういうスピード感あるミックスとかも違和感なく行えるんだと思うんですね。いや本当にすごい、すごいしか言ってないですね。で、次の曲がでここでローを足します。これちょっとね、ローの音がダブって言うんですね。ダブってるって言ったらあれですけど、で元々あったこのローを下げて、はい、次のローを入れました。でこれって技的にですね今かかってるローに対して新しいローをしっかりとかぶせて新しいサウンドの知識をですね情報をですね送るんですよね。しかもそれを2回ぐらいにわたって送って、でその2回終わった後にローを切った時にもともとかかってる方のローもですね下げていくんですよね。でそれによって、次またロー戻ってきた時に新しい情報のローが来てもさっき知ってるのでそっかそんなに違和感ないんですよ。でそのブレイクが始まっていて、今ブレイクなんですけども、そのブレイクで
ちょっとずつね、中古納期に、音がこう、移行しているときに、もともとかかっている方のですね、ブリブリ言ってる音もですね、ローとミッドローをですね、下げて、ハイとミッドハイの音がですね、ちょっとこう残るような感じで、その中にこう溶け込まして消えさせていくような感じにして、ブレイク明けのタイミングで、最初にもともとかかっていた曲を下げて、新しい曲だけにこう移行してるって感じですね。いや、本当にうまいですね。で、しかもこのローの、ピッチですよね、キー、音階って言ったらいいんですかね、さっきのブイブイ言ってたのってちょっとですね、ピッチが高いんですよね。で、それに対してまたちょっと、それまでかかってたのが結構低いピッチのものだったんですけど、一度ここでローのピッチをグッと上げて気持ちを高揚させて、高揚させながら、さらに次グルーヴ感のある、疾走感のある曲をこうはめ込んだんですけども、その時にもう一回ローのピッチを下げてるっていうところですね。もう一回こう気持ちよくこう。で、やっぱりね、ローのピッチが結構低いと、やっぱ世界に入りやすかったりとかするんですよね。気持ちも良くなりますし。なんで、そういうこう、低い音でこう聞かせていると、さっきみたいにこうパラパラっと出てくるような、スネアであったりクラップ音みたいな音、その中間層のそのパーカッションの音とかがですね、さらにこう気持ちをですね良くしてくれる、こうヒプノティックって言われるような、なんかこう本当催眠術にかかるような感じで気持ちよくさせてもらえるんですよね。だからまあそういう音の操作方法とかも本当に非常にうまいですね。今回はそのミキサーで使っているそのミキシングですね、 EQ の触り方とかはわりかし同じような触り方をしてるんですけども、ただこの触り方を、いかに曲の並びで、最高に聴かせれるかっていうところもうまいこと、もう本当になんか出来上がってる漫才じゃないですけど、かなりこう出来上がってるプレイスタイルで、さらにそれをどん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 こう研ぎ澄ましていってるような感じもします。偉そうに言ってすいません、本当にペーペーの私がこんなこと言うのもあれですけど、でも本当にうまいなと思います。いやーすごいですね。これはもうこんだけうまいプレイスタイルで、これもう真似できるって言ったんですけど、本当に見てる通り真似はできると思うんですけど、ただやっぱりその時間軸の感覚であったりとか、それに合わせて、いかにこうブレイクを使うかとか、ブレイク明けのアクシデントを入れるかとか、曲の入れ替えのそのタイミングであったりとか、あとはやっぱこの曲のさっき言ったその曲のピッチの変え具合のそのタイミングとか、まあ、ここら辺は真似しようと思っても結構難しいです。もうわりかし家で本当にもうバキバキに練習しないと、なんかあこういうことかっていう、なんかこう理解に到達するのはちょっと時間かかると思うんですけど、とはいえ何の目標もなく正解が、まあ技術正解が別にあるわけじゃないんですけど、何もこうゴールを決めずにやるよりかは、まずこういったプレイスタイルがあるってことを理解して、ある程度その自分が体でも、プレイでも理解ができているかどうかを確認するぐらいはできると思うんですよね。そうすると一気に、ご自身の DJ プレイはですね、レベルが上がると思います。でこのプレイを理解した上でさらに違う人のプレイとか見たりとかすると確実にレベル上がりますので、ぜひこの動画はですね、教科書としては私過去にこういろいろ見てきましたけど、まあこんないい教科書はですね稀に見るこうなんか一品なので、ぜひぜひこれは本当に永久保存版で手元に置いておきたいなって思うぐらいいい動画となりますので、はい、これをですねぜひ、皆さんも活用して DJ 上手くなっていただければなと思います。というわけでですね、今回の、解説動画は以上となります。どうもありがとうございます。これからもですね、新しい動画どんどん作っていきたいと思いますので、応援していただければ嬉しいです。新しい動画が上がった際のですね、連絡が行くようになりますので、チャンネル登録もしていただければ嬉しいと思います。それではどうもありがとうございました。